山島馬は、哺乳孔馬目馬ウ馬族に分類される種。体長215から260センチメートル。お長40から55センチメートル。肩高120から150センチメートル。体重240から386キログラム。頭部は大型。頸部覆面には、小さい肉垂れがある。全身の毛衣は白く。 背面には黒く細い縞模様。腰からで部にかけては太い縞模様が入る。覆面に縞模様は入らない。磁界は細長い。磁界の内側は体毛がまばらに生える。ひづめの幅は狭い。心臓は平均3 2ラムと大型で、これは産地での生活に対する適応だと考えられている。主に産地の草原に生息するが、 半砂漠地帯やサバナなど、高原や平地にも生息する。白明白母星で、昼間は木陰などで休む。一頭のオスと、数頭のメスからなる、小規模な群れを形成し生活する。ハレムを形成できないオスは単独もしくはオスのみで、群れを形成する。植生は、植物食で、主に草を食べる。幼獣は、生後数日で草を食べ始める。 基本的に毎日水を飲むが、最長で3日は水を飲まなくても生きられる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は約1年。1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は10ヶ月。オスは生後3年6ヶ月。メスは生後2年で生成熟する。寿命は25年以上と考えられている。比較が利用される。干伐 開発による生息地の破壊や農地用の柵による移動の妨害、食用や毛皮目的の乱獲などにより生息数は減少している。元アシュは1742年に法的に保護の対象とされたが、その後も狩猟が続けられた。その後は生息数が増加傾向にある。アシュ・ハートマニアマシマウマは内戦の影響や 他の野生動物との競合を避けるため駆除されることもあり、国際取引も禁止されていない。元は種の1932年における、生息数は45頭、1984年における、生息数は400頭、1990年における生、ける生息数は600頭、1995年における、生息数は1200頭と推定されている。 アシュ・ハートマニアマシマウマの1950年代初頭における生息数は5万から7万5千頭。1992年におけるアンゴラの個体群を除いた生息数は7750頭と推定されている。ありがとうございます。